陰陽を表す、大極図陰陽とは、中国の思想に橋を発し、神羅万象、宇宙のありと、あらゆる事物を様々な観点から、影と火の二つのカテゴリーに分類する思想。影と火とは互いに対立する属性を持った二つの、木であり、万物の生成消滅といった変化は、この二気によって起こるとされる。このような陰陽に基づいた思想や学説を、陰陽思想、陰陽論、 陰陽説などと言い,い、五行思想と共に、陰陽五行説を構成した。陰陽五行思想現象は混沌の状態であると考え、この混沌の中から光に満ちた明るい澄んだ木、すなわち火の木が上昇して、天となり、重く濁った暗黒の木、すなわち影の木が加工して、地となった。この二木の働きによって、万物の事象を理解し、 また将来までも予測しようというのが恩陽思想である。受動的な性質、能動的な性質に分類する。具体的には闇、暗、夜は、水、灯、夜、植物、女、光、明、強し、日、夏、昼、動物、男などに分けられる。これらは相反しつつも、一方がなければ、もう一方も存在し得ない。死んだ番 宇宙のありとあらゆるものは相反する影と日の二気によって象徴性水し影と日の二気が調和して初めて自然の秩序が保たれる。重要なことは音量二元論がこの世のものを善一元化のために善と悪に分ける善悪二元論とは異なるということである。日は善ではなく影は悪ではない。日は影が影は日があって 初めて一つの要素となり得る。あくまで神羅万象を構成する要素に過ぎない。中国の戦国時代末期に五行思想と一体で扱われるようになり、陰陽五行説となった。陰陽互いに影があれば、火があり、火があれば、影があるように、互いが存在することで、己が成り立つ考え方。陰陽制約定系律ともいい、陰陽が互いにバランスを取る、要作用する。 隠居すれば要居し、陽居すれば隠居する。影見すれば、陽見し、陽を実るすれば、影見する。音妙象徴喫光率ともいい、リズム変化である。音妙の量的な変化である。隠居すれば、要見し、陽居すれば、影見する。影見すれば、陽居し、陽を実るすれば、隠居する。音妙転加順管律ともいい、音妙の質的な変化である。過極はまれば、無曲を経て、 火に転化し、引きわまれば、無極を経て、影に転化する。音妙化分工作率ともいい。音妙それぞれの中に、様々な段階の音妙がある。影中の日、影中の影、幼虫の影、幼虫の日。影と日とはもともと天候と関係する言葉であり、影は曇りや日陰、日は、日差しや日向の意味として、死境などの古書に現れる。春秋差し伝、昭光元年に、 天の六気として、影、陽、風、雨、都ごもり、明とあり、ここで、恩名は、感所の要因と考えられ、また昭光四年には影、陽、風、雨が季節を特徴づける気候の要因として、扱われている。さらに、感視洋館では、明確に春の早期、夏の陽気、秋の湿気、冬の陰気として、 感所の原因とされるとともに、四季の気候が変化する要因として扱われている。これがやがて四季の気を統括する上位概念となり、さらには万物の生成消滅といった変化全般を司る概念、万物の性質を二元に分類する概念へと消化されたと考えられる。液鏡も三章八加工と対極、液鏡の毛は六本の甲と呼ばれる棒によって、 構成されている記号であるが、項には、と、の二種類あり、液伝によりそれぞれの属性は要、影に開けられ、陽光と陰光を三つ重ねた、八景、八景を二つ重ねた六十四景は、神羅万象を表彰すると考えられた。これに基づき館内では、景の象徴や、項の音名に基づいて解釈する液学がなされた。また刑事上殿には、対極両域四層八景という生成論が、 唱えられているが、両義は天地あるいは陰陽、四像は四字、八景は万物と解されている。創疫では、図書千点の学と呼ばれる図像を用いた、像数疫が行われたが、これらの疫図では火は白、影は黒で描かれた。南宋の出記は、千点図に基づき、対極両義四像八景の、両義を明確に陰陽と位置づけ、さらに四像をこを二つ重ねたものとして、 太陽、照陰、照陽、単陰と名付けた。なおユニコードにおいて、音名を表す記号には、音名魚の対局図が当てられており、そのコードは U、U プラス 262F&9775 である。また陽光は U、U プラス 268A&9866。陰光は U、U プラス 268B&9867 である。 初期の内丹経典として知られている、霊法筆法は内丹の修練法が書かれている。その前段階に音病の気についての記述が見られる。まず、体内の気の変化を天地自然の音病の変化に順応させて、体内の気が交合する環境を整える。その際、人の体と天地が相似関係にあると考えられている。例えば、体内の心臓と腎臓は天と地に、 体内の日の木は木、影の木は液と呼ぶ。液の名の由来は、火が影に変化し、影が火に変化する様を、水が水蒸気に変化し、水蒸気が水に変化する様に重ねたからだという。天地自然の陰怜の変化として、一年の季節の変化がある。影が極まって、火が気す。当時、次第に日が伸長していき、極まった下始、そこで、影が気し。 極まって、当時となる。このように自然の変化を、陰陽の木の象徴変化として捉え、それを人間の体内の木と液の変化と対応させている。気が旺盛でない時は二度あり、一つは液の牛虎家に象徴される立春、牛虎の時で、もう一つは液の関係に象徴される立冬、犬の時である。二気を交わらせる段階では、馬の時に地に当たる人から生じた。 気が上昇し、天に当たる心の気と融合することで火が極まり、液気が生じる。これが清水である。この時に心から生じた液気が加工し、人の液気と融合して影が極まって気が生じる。これが新気である。この二つが二の材料となるに気とされている。三歳の思想である。詳細は八個弁償及び関熱を参照表裏、関熱。 虚実を統合したもの、病理の性質に基づいて、すべての疾病を、怨病の二方面に間別してみることができる。影症とは、生体反応が沈滞、減弱している病状、裏症、干渉、虚症がある。主な症状として、顔面蒼白、気分が沈鬱して活気がない、言葉が少ない、手足を縮める、おかんや冷えを訴える、絶質は、あは豊かが多い。 脈は、おそ弱さびがある。幼少とは、生体反応が発揚、増強している病状。氷症、熱症、実症がある。主な症状として、顔面好調、活気がある、言葉が多い、手足を伸ばす、炎症、充血、発熱、絶失は、紅れないが多い。脈は、不数かつこう実るがある。恩苗と十二子の彫刻。ありがとうございます。